ラナース市庁舎前にあるニールス・エッペソン像。ラナースはデンマーク・ユートランド半島北東部にある基礎自治体及び都市の名称。デンマークで6番目に大きな都市で人口は5万5739人。自治体議会が置かれているデンマーク唯一の天然の河口でカテガット海峡に面したラナースフィヨルド口から6マイル、クゼノー川の下半にある。 ユトランド半島北東部という位置が街を海の通称地域として目覚ましい発展を遂げさせる要因となった。周辺の川とアクセスが良好なことからシルケ棒やビ棒からの物流がラナースへ持ち込まれ輸出品が加工から輸出していったのである。肥沃な農業地帯流通に適した土地と水の利が相まってラナースは通称の要所となった。道路のアクセスも良く一般に 水路と道路が出会う場所と言われている。ラナースは王家のユランと呼ばれ、市民は王家のユランビ人と称される。これは王家の所有する広大な所領が周辺にあることから生じている。王家のユランビ人という呼び名は、1750年頃に詩人が使用し始めた名称である。ニコライ・グルントビク、ハンス・クリスチャン・アンデルセン、ノーベル文学小作家。 ヘンリク・ポント・ピガンダがその名称を用いた。ラナースの街ができたのは1100年代だが、バイキング時代に人が大勢住んでいた証拠が見つかっている。デンマーク・オークヌート4世は聖クヌートの名前で、知られるデンマークの守護聖人である。彼のコインがラナースで鋳造された。クヌート王のイングランド信仰とウィリアム1世、打倒計画と彼自身に反対する農民階級らが反乱を起こし、 ラナースに集結した。これらの犯行から彼は死に追いやられた。ラナースの要塞化は中世に行われた。しかし、今日中世の防御壁をうかがい知れるのは、町の通りの名前にしか残っていない。オスターボルド、ベスターボルド、リールボルドゲイドといったかつての壁があった場所にちなんだ、名が残る。年代記では、町を飲み込んだ大化について語っている。 ダナースは1200年代に3度の大火に見舞われ、そのうち1246年の大火は、英陸四4世に対抗した、オージアーベル軍によって引き起こされたものであった。市中心部の通りには、デンマーク貴族で、国民的英雄のニールス・エッペセンの家がある。言い伝えによると、ニールスは、クイ時代に、国全体が、ドイツ人伯爵に侵入させられていた1340年4月1日に、 ホルシュタイン白、ゲルハルトを殺したという。これをきっかけに、ドイツ人に対する暴動が起こった。エッペセンは、1340年12月、スカンデル号上での戦闘で死んだ。エッペセンの像は、現在ラナース市庁舎の正面に立つ。バルデマー4世が、ホルシュタイン公国を抵当にした後1350年に、政府を集めようとしたとき、ラナースは、さらにの防御を図ってしばしば、 ラナース要塞という名前で呼ばれた。この補強は、1357年に不満を持つ、貴族らによって攻略された。1359年、バルデバー4世は、自身の全軍を渡らせて、ラナース攻略を指揮した。1534年、農民反乱が町を襲撃しようとして、不成功に終わった。クリスチャン3世は、ラナースの町の周りにどっしりとした堀を巡らせた。ピーク時には、 おおよそ170もの商人の所領と世界中を航海したかなりの大きさの海軍が一体にあったと言われる。これらの古い反木造建築の荘園屋敷と荘園は未だに町の中で見られる。町近くの河口はたった7フィート半の深さしかないが、フィールド口からそれほど遠くないために過去には良質の造船所であった。ラナースは軍事的に重要な場所で、 市の内外に1万人から1万5千人の兵が駐屯していた。1880年当時の人口は1万3457人であった。ラナースタウリンは北欧最大の人口タウリンで350種以上の植物と175種以上の動物が生息している。多くは南アメリカドーム、アフリカドーム、アジアドームという3つのドームの中で放浪している。加えて、 ヘビエンと水族館がある。ありがとうございます。